さあ、続きやっていきましょう。今回はまたラリーキングで、雑誌をまず見よっか。ラリーキングスペシャル。ハグルマン2が来ると。緊急スクープとあのハグルマンの続編が開発中との情報が入手したぞ。アクションの基本はそのままに、縦横に広くなったステージと超絶難易度で帰ってくる。発売日12月。あれ、ラリーキングの後これハグルマンなんじゃね。今9月でしょ。ハグルマン2の魅力とかはいいや。スタプリ無敵コマンド。そんなのも出てきたか。ラリーキングコースセレクトも発見。ラリーキング SP 大特集も君の手元に届いたかな。ゲームファン&イノヨシシン&シンプルソフトのタイアップゲーム。シンプルシリーズってこと。ゲームに初登場したコントリーラの勇姿を解くと見よう。通常版との違い。まずコース内の障害物が一部追加されてテクニカルになっている。さらにコースクリア後にカップ取りラーメンの CM が入るのだ。これ覚えてんだよな。クリアごとにカップ取りラーメンって出るの覚えてんのよ。あ、雑談してもよかったな。ちょっと待って、雑談しよっか。それにしてもラリーキングはこんな形で復活とは。思ってもみなかったな。お前びっくりした。あ？知ってたんだけどな。なんや、ノリ悪いな。レースゲーム嫌いなんか？別にそういうわけじゃないんだけどな。二周目だから知ってんだよな。まあ、操作方法は変わんねえだろ。と踏んでやるけど。あ、なんかおるわ、鳥。ミッションなんだっけ？ちょっと待って待って待って。挑戦を見るの忘れてた。なんだっけ？ドリフト使わずにコース1の完走。危ねえ、するとこだった。そんな、あー、やべえ。完走さえすればいいんだろ？危な。コース1って変わってんのかな？おーおー、激突しとったぞ。コース自体はそんな変わってないか。このぴょんぴょんが増えてんのかな、障害物として。はい、カウンター。A ボタン離せないからな。カウンター打つぐらいしか操作ないんだよな。危な。あー、入っちゃお。あ、失敗した。パンダ。カウンター。よし。あーあーあーああ。でも言ってるわ。あ、やっぱぴょんぴょんが増えてんな。ゴール前あんなこんなのはなかったもんね。なんかこれあれなのかな。エキサイトバイク？こんなんだよな。危ない危ない危ねえ。さっきも誰か あそこ当たってたぞ。でも基本的には変わんねえな。2周すりゃいいんだろ。カウンター上手くなってんな。ドリフトがない分カウンターしやすいな。あーあーあー、意識がそっちに向きやすいから。ただ激突はする。あばばばばば、あえてダート走ったぞ。おら、やられた。いけいけいけ。あ、このアイテムカートは別に順位には関係ねえんだな。よし、1位で完走だ。水たまりは増えたかな。はい、挑戦クリア。今回も早くいけるんじゃないか。レースゲーだから。デパートに名人がやってくるっていうチラシが入っててな。阿部名人に会えるんか、会えるんやと思って行ってみたんや。名人ってでかいんかな。リーゼントの決まり具合はどんなもんやら。あ、やっぱ阿部名人リーゼントだったんだ。前回リーゼントしか思いつかねえとか言ったけど、ワクワクして行ってみたらもうがっかりしたで。阿部名人かと思ったらキベ名人とかいう偽物や。
キベさん？キベくんだっけか？番組内で呼ばれてたのは。一文字違いってなんやねん。紛らわしいことこの上ないわ。さっきの挑戦がちょっと意地悪やったな。なんせせっかく磨いたテクニックが使えへんのやからな。いやーそんなことなかったけどな。逆にカウンターがしやすくて楽しかったけど。次の挑戦では思いっきりテクニックで攻めたらええ。そんなわけで次の挑戦はこれや。あ、出た。これだ。コースには2分28秒以内にゴールせよ。この挑戦はコースには2分28秒以内にゴールできれば達成だ。裏技を使ってもダメージゲージがギリギリでもコースには2分28秒以内でゴールできれば挑戦クリアになるぞ。あー、ラリーキング SP のコースには2分28秒以内にゴールしろ。これはもう純粋なテクニックがものを言うで。ほな、頑張りやー。ゲームもええけど、カプトリラーメンはほんまにうまいで。あー、そっか。さっきのはゴールした瞬間に挑戦達成で見れなかったのか。カプトリラーメンはほんまにうまいで。麺のツルッとした喉越し、鶏ガラの出汁が効いた醤油味のスープ、肉厚で香り豊かなチャーシュー、どれをとってもカップ麺と揉めへんうまさやで。でや、お前も食べたいやろ。餃子もつけて。わがままなやつやな。そんなに餃子が食べたいんなら餃子定食にトッピングで餃子つけて食べたらええんや。餃子定食トッピング餃子って餃子ばっかじゃねえか。どうしよっかな。多分普通のラリーキングと裏技共通だと思うんだよな。一旦起動して、雑誌コースセレクトがあるけど、そっちはちょっと使わないとこうか。せっかくだからあのカップ取りラーメンのCM 見たいよね。どこだっけ、なんか無敵コマンドの話あったよな。ガーディアクエスト発売延期になってんな。てかあれだね、 RPG あるあるだね、発売延期は。左上を押しながらセレクト、ダメージが減らない無敵コマンドが発見。これはどこで押すの？タイトル画面でか。敵の車がなくなる技もあったよね。これか。コースを走るライバル車たちが一台もなくなる隠しコマンドが発見。タイトル画面で、右下セレクト、左セレクトでいいのか。お。あー、これしかダメなのか。同時に1個しか使えないっぽいな。まあ、とりあえず、敵者いなくなったのでゴール目指しますか。OK、とりあえずステージ1はクリア。ダメージ半分持ってかれたけどね。無敵コマンドさっき間違えてたね。左上だったわ。もしかしたら同時に発動できたかも。食べるね、やっぱりカップトリーラーメン。はい、今のが見たかっただけなんだけどね。あれ、前回砂漠じゃなかったっけ。あ、ミスった。スタートダッシュ。コース自体は変わんねえのかな。やべえ、これ2分いけるか。2分28秒。敵者がいないから、まあそういう激突はなくなるけど、危ない。ちょっとあれだな、道がまだわかんねえな。最悪あれだな、ステージセレクトも多分効くだろうから、それでやり直しがいいかもね。このまま行くと普通にレースに勝つことになるから。危ない。うおー、すごい曲がった。この後分かれ道か、スプリット。ああ、ああ、適当に突き進みすぎだって。あー、やべ、まっすぐ行け。うわ、カウンター入った。いやー、きつい。ギリギリだな。
1分8秒か。いや、まあなんとか、あーぶれ、なんとかなると思うけど。てか普通にもうアクセル踏みっぱなしでもいいんじゃねえのこれ。しまった、絶対遠回りした。今絶対今左の方が近いよな、あれ。そういうミス響くぞ。スプリットゾーンもえらく短縮できればいいけど。うーぷす、ひえー、あと30秒ちょっとしかねー。ああああ、なんだ、なんか取った今。あ、やべ、入っちゃった。やばい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 、あと30秒。まっすぐ、う、いや、うん、間に合うか。うわ、危ない危ない危ない、なんとかなった。ふぅ、やったで、また挑戦クリアや。しかしお前、砂で滑りやすいコースにでよくそんなに速く走れんな。結構滑ったけどね。俺はこのコースなんか嫌やな。走りにくいというか、なんというか、滑るっていう言葉がなんかすごく嫌やな。芸人だからじゃない？将来芸人になるからかな。もうクリアしてもたん？次の挑戦はまだ思いついてへんぞ。どないしよう。どないしようかな。じゃあ、これでええかな。次の挑戦はこれや。スタートブーストを成功させろ。この挑戦はレース開始前のカウント時に、ある区切りのタイミングから A ボタンを押しっぱなしすれば発動するスタートブーストが成功すれば達成だ。息抜きのように簡単な挑戦だぞ。ラリーキング SP でスタートブーストを成功させろ。まあ今回は息抜きの挑戦ということや。タイミングが命やで。うな、頑張りやー。毎回毎回アリーノもご苦労なことやで。いちいち挑戦の内容を考えているんやからな。あいつ多分めっちゃゲームして挑戦を考えてるで。あ、それって、ちょっと羨ましいやないか。将来の君だけどね。あれ、もう思ったより早く終わりそうだな。ちょっといつまでゲームやっとんの？ええ加減にしや。久しぶりにオカン来たな。わかってるって。うっとうしいな、オカンは。今ええとこやのに。さ、早くゲームやろや。これ、いけんのかな？あ、いけるじゃん。無敵と敵なしいけるわ。終わりだろ。爆速爆速前にも説明したけど、3から2に切り替わる直前に A ボタンを押してればブーストになるのよ。ていうか、今回のラリーキング SP の挑戦1回目にブースト成功させてるしね。ずっと気になってはいたんやけど、お前ってコントローラー手で持ってゲームすんねんな。え？おかしくない？それおかしくない？普通コントローラーって床とかテーブルの上に置くやろ。あー、なるほど、そういう人もいるね。お前のやり方は俺に言わせれば邪道やで。いや、こっちが王道だと思うんだけど。あー、さっきの挑戦はちょっとあれやったけど、次は最後にふさわしい難しめの挑戦やで。次の挑戦はこれや。コース3をクリアせよ。この挑戦はコース3をゴールしてゲームオーバーにならずに次の画面に進めば達成だ。順位が低いと完走してもコースクリアにならずにゲームオーバーになるので注意が必要だ。順位が低いとクリアしたことにならへん。いいタイムを出すことが挑戦のクリアの秘訣やで。ほな、頑張りや。裏技バチバチ使ってやろ。コース3か。俺はまだそこまで行ったことないな。俺もないな。なんでかって、車の動きに合わせて体が左右に揺れて遊んでるうちに寄ってまうねん。ラリーキングには思いもやらない敵が潜んでいたんや。お前も気をつけた方がええで。 3D ゲームならまあ酔うのわかるけどな。ステージセレクトの裏技ってどうやんだ。さっき雑誌に書いてあったもんね。はい、雑誌チェック。今回いきなりもうステージ3に飛びますよ。裏技。これか。タイトル画面で ABAB と押した後で、十字の上セレクトを押してゲームを進めれば2面、左セレクトで3面。だから左セレクトだね。ABAB なとか。OKOK。
まずは敵いなくなって無敵にして ABAB で左セレクト、はい、万全。基本システムが一緒っていう、あ、やべ、行ったかな今ブースト、あ、行ったわ。お、ここ街中だ。あ、カプトリラーメンって書いてあるね。ここ丼あんのよね。なんて会社だって言ってたっけ、イノなんちゃらって言ってたっけ、吉野家的な、イノヨシか、吉野家かな、モデルは。ゲームファンって書いてあるから、いろいろタイアップが、うわすごい複雑だな、ステージさん。ちょ、あ、絶対あそこ行った方が良かったって。隠しいたんじゃないかな。CX。やべえ。すごい激突する。無敵じゃなかったら敗者あったかもな、これは。都会チックな、うーわ。これは右の方が良かったのかな。ああ、そうだ、そこ。抜けれるのよ。ヘアピンカーブだったのかな今の。C カーブとか、そんな感じかな。すげえ複雑だな。敵がいないから、そんな緊張感はないんだけどさ。あーっち行った方がよかったね、絶対。道の切れ目見た瞬間に俺ハンドル切っちゃってるわ。まあ、楽勝には変わりねえんだけどな。でも、初めからだって、決まってるようなもんだもんな。曲がって曲がって、初めから確定してるもんだから、そんな気張る必要ないし。おー、危ね。あんまゲームとして面白くないな、これはこれで。緊張感がなさすぎる。あばばばばば、いや、ここ通るのも難しいんだな。コース後半のとこも入りたいな。あー、ミスった。なんで行っちゃった、そっちに。ここか。あー、はいはいはい。抜けてと。あー、しまった。道間違えた。危ねえ、カウンター。違う、そっち行ってみたい。やばい、やっちゃった、入った。これがあるのよ、これが。無敵だからよかったけど、昔もこれなったわ。かっこつかねー。終わったな。はい、スキップ。挑戦クリアー。またしても爆速クリアだったな。ラリーキング SP にプレミアがついてすごい値段になっとるらしい。手放すのは惜しいけど、新しいゲーム欲しいしな。誰かに売ってしまってもええもんか。あー、難しいな。俺めちゃくちゃ困ったら売っちゃうけど、基本的には取っときたい派なんだよな。やめよ、将来の方がもっと値上がるから、こういうの。そうか、売らん方がええか。確かにそうかもしれん。もしかしたら将来さらに高い値段がついて、その時に売れば俺も億万長者になるかもな。いや、でも開封しちゃってるから、それはちょっと微妙かもな。それでも多分そこまで結構高い金額にはなると思うけど。あとは保存状態どうにかしとけ。そんなことになったらどないしよう。このためのゲーム、ここからここまで全部ちょうだい。とか、そんなセリフを一度言ってみたいもんやな。ラリーキングが追加と。ゲーム西暦1986年10月、12月10日、カラクリ忍者ハグルマン2発売。やっぱ先にハグルマン2来たか。この後にガディアクエストになるのかな。予想はしてたと思うけど、今回からハグルマン2で挑戦してもらうで。それでは最初の挑戦はこれや。挑戦状、カラクリ忍者ハグルマン2。カラクリ扉の回転で敵を2匹同時に倒せ。
この挑戦はからくり扉を使って敵を2匹同時に倒せれば達成だ。一つのからくり扉だけでも達成できるが、画面内にある同じ色の扉は全部一緒に回転する仕組みを生かして達成を狙おう。これ歯車の頃に何回かやってるもんな。歯車2をプレイして、からくり扉を使って敵を 2体同時に倒せ。歯車の遊び方はちゃんと覚えてるか？2は1よりもさらに難しくなっとるで。ルナ頑張りやついに発売されたで、歯車2が。もちろん朝一でゲーム屋に行って買ってきたで。あの暑い日々が帰ってくるんやな。さあ、今こそ電源を入れるときや。今日はお前が、ありのおーんって言っていいぞ。あれ毎回君が言わなきゃいけないセリフだったの？ゲーム雑誌も追加と。まあこれは次回だね。ちょっと短いので雑談挟みますか。俺思ったんやけど、歯車って1の時より微妙にかっこよくなってへん？あ、見てないんでわかんないっす。まあなってんじゃね？ 3 はとんでもない変化するけどね。やっぱりお前もそう思うか。ウルタゲームの続編だからか、だからついかっこよく見えてしまうんかな。あ、変わんねえっぽいなこりゃ。というわけで、まあ今回ここまでだね。次回は歯車2。歯車もなんかちょっとテクニックがあるっぽかったのを説明書見たらあったので、それを次回まあ確認してから始めようかな。というわけで今回はここまで。それではまた次回、バイバイ。